もみじを折ります。まずこちらを三角に折ります。もう一度三角に折ります。袋を開いて四角く折りたたみます。反対側も同じように折りたたみます。こちらの開いている方を角にして折り目に合わせて三角に折ります。反対側も折ります。裏返して同じように折ります。角と角で内側に折ります。開いて折り目で折りたたみます。角を1枚倒します。裏返します。こちらの角を外側に倒します。辺と辺を合わせて斜めに折ります。こちらを一度開いて折り目で折りたたみます。反対側も同じように折ります。こちらを上に1枚折ります。こちらの部分の真ん中で切ります。こちらを開きます。こちらの折り目に合わせて折ります。一度戻して反対側に倒します。折り目で折りたたみます。反対側に倒します。
ちらの角をこちらの折り目に合わせて折ります。角を内側に折ります。反対側に倒します。こちらも同じように折ります。まず折り目に合わせて折ります。戻して袋を開いて折りたたみます。折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。袋を開いて折り目で折りたたみます。角を内側に倒して角を折り目に合わせて折ります。角を内側に折ります。反対側に倒します。裏返します。こちらの角を折り目に合わせて折ります。反対側も折ります。一度戻して、こちらの、角と角で内側に折ります。こちらを段折りします。こちらの角が揃うぐらいにします。こちらの角を内側に折ります。裏返してこちらで完成です。